こんにちは、鈴川彩子です。本日はこちら、トミカタウンの立体パーキングタイムズを紹介します。はい、こちら値段はトミカで、私が最近とてもハマっているトミカタウンの中の立体パーキングタイムズということでね、まあこれも実際にある駐車場の、ところの、まあ、トミカ版ということで、手持ちのねトミカで早速じゃあ遊んでみたいと思います。結構素敵、わお、すごい、なんか地面にいっぱい書いてある。このなんかほら、駐車場特有のさ、このなんていうの、乗ったら上がるやつ、これおおおお、すごい、すごい、立体パーキングだから立体ってことは2階建てというか、この上にね上がる。おー、いいですね。反対側にやると下がる。あ、機械だ、バーだ、これバー、なんかぶら下がってますね。ね、これをよいしょ、おー、できました。すごい、今回珍しくガードレールの内側にねシール貼るところがありました。こっち側から見たらね、まあ、タイムズって書いてあるんですが、ここ反対側から見たらね、ちゃんとこのアウトの方から見たら出口と書いてあります。こうねカチッとやると、おー、すごい、おー、押すとバーが開く。古いところに駐車場がイン。ここは K だから、じゃあ3番に止めよう。あ、ちゃんとここ段差がある。あ、K に止めよう。次の人のために、あー、うーん、ウィー、よいしょ、よいしょ、よし、用事終わった、出よう、っとつたたたたたた。さあ、このカードを入れて、しまった、押しながらじゃないと開かない。生産完了。ここにするか、よいしょ、後ろ、もう一回後ろ向き、わ、満車や、満車になりました。さあさあさあ、生産しよう、生産。3番、あ、しまった、4番を上げてしまった。くー、ありがとうございました。はい、ということでね、まあ、どの町にも大体一つはねあるであろうタイムズ駐車場なのでね、まあ、これね、トミカタウンということで、他のねいろいろ情景とつなげて町を作った時にこのパーキングね入れると、よりリアルになるんじゃないかと思います。このねアップもいいですね。このカードでこう開く感じもいいしね、かわいい。はい、ということで以上、トミカタウンの立体パーキングタイムズでした。ありがとうございます。ありがとうございました。出ます出ます